もう夕暮れか。うわあ、綺麗ですね。まだまだありますね。うひゃー、おお、まだまだじゃねえかよ、ほんとに。一休みしたくなるぜ。飛行機めちゃくちゃあります。うわ、天国か、ここ。あーあーああ。なんか飛ばなきゃいけないところなんですがね。これ叩くと何が起こるんだっけ、これ。ああ、はい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 。発射台だ。なるほど。ああ待って、今。おお、聞き捨てならねえぜ、今の。カプセルなかった？マジ？あれ、こんな広いところだったっけ、そもそも。何ここ？あいついいんじゃん、あの、デコボコ掘りで。え？ほら、あったあった、カプセル。最高じゃん。これ何が出てくっかな。いや、カプセルはマジで生命線ですよ、僕たちの。よし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 。こう物と次第によっちゃ、これ、あれですよ。もう全部使うよ。星晶石。何？浮遊する、あ、板とかありますね。これ浮遊石。で、扇風機、翼。紙か？こう起き上がりこぼし。起き上がりこぼし。まあまあまあ、いいんじゃない？まあいいんじゃない？結構使えるんじゃない？もう一回だけ回しとこう。当たり枠とかないかな？ないか。これはもう飛んだ箸休めゾーンだぜ。結構いろいろいけますよ。こっち。前回行ってなかったんじゃない？こちらゾーンなんて。ちょっと奥まで行ってみましょうよ、あそこまで。滑ったぜ、今。砕けた。脆いね。ところどころ脆いね。あっちは何？まあいいか。普通の浮島か。ここ、あ！敵倒せば開く宝箱と、ここだけちょっと孤立した、ここにもここで何かありそうな雰囲気は、宝箱ですね、やはり。なんでしょう。いや、やっぱあの、スペアポケットであってほしいな。あー、武器か。あんまいらんな。もうこいつら芝生か、ちょっともう。宝箱開けよう。あんまね、ティアキングね、宝箱の中身ね、期待しちゃうね。いけないんだな。えぇ！こんなことでゲームオーバー？恐ろしいゲーム。おいおい。赤い月登ってきましたが、関係なく僕たちは飛翔します。影来た。命がけですからね。飛ぶよ！よし。うわ、またこれ、ニンテンドが足締めとるよ。試してくるわ、タイヤで。あら？これさ、届くの？届かなくね？お、足滑らしたよ、もう。でもこれはマジで実際どうやって行ったんだ？パラセールがあったとて。まあいいか。じゃあタイヤ作戦。いやもうね、今回あの、カプセルでひねり出したんで、タイヤじゃなくても良くなったんですよ。こちら浮遊石にて、まあ、こいつそのものの機能を使ってもいいんだが、より足場が安定してしまうじゃないか。もうチートアイテムか？乗るときだけ気をつけてね。いや、呪い子で。届くかな？いや、ちょっと結構これでも際どいと。際どいやんけ、めちゃくちゃ。え？際どいとこ届かないよ？よし。浮遊石あってよかったじゃないですか。こいつの機能を使いましょうや。使わないと言ったけど。なるほど。で、ちょっと考える時間をくれますからね。さあ。これでカチン！これでどうするかなんだよな。これどうするかなんだよな。向こう、いや、届かないですよ、これ。ここではさ、なんか出せない。出せないよな、絶対。いや、無理だよな。ありゃ、どうしましょう、これ。ちょっと帰ろう、一回。いや、考えましたね。贅沢に2個使ってます。これで、まあ、あの、プラン A とプラン B があるんですが、とりあえず、
これでね、遠くまで行って届くようならそれでよしなんだよ。だからこれでもギリギリ届かないでしょう。なのでプラン B なわけ。ここで小ずるわけですよ。外してで、そこまでこうしてで、こうしてこれね、くるよ。さあこれ乗らなきゃ。おお、はい、行くよ。つかってよーし、よし。いや、贅沢この作戦。いやー、回収できかないっす。できないね。うわー、こんなで2つ使ってりゃもうカプセルもうからきしになるよ。向こうはいけるけど、向こう行けたとってそんなメリットあるかなって感じなんで、やっぱもうこっち行きましょう、まっすぐ。よし。いや、この浮遊石はあまりにもチートアイテムですね。めちゃくちゃいいぞ、使い心地。これもちょっと際どいけどな、これ失敗できんよ。よし、これはいけるでしょう。よし、これは一個一個しかし使っていかなきゃいけんだろうな。向こうはなんか宝箱ですね。どっち行ったらいいのかな。向こうなんでしょう、目指すべきところは。無駄に景色がいい、そっちかな。回収できるなら回収職にこうしたことはないからね。よし、節約していこう。宝箱は何？なんかカプセル！チーズ！指定は行きづらいよ。順調です。非常に順調。しかも、この浮遊石は回収できるんですもん。あまりに有能。で、かなり高いところ、てかもう一番高いところなんだったら、ただね、向こう、遠いね。お、相当遠いぞ、あそこ。くまったな。来ました。これ止まってますからね。これはいけるだろう。ゴッ。あいつ。で、あいつも回収してやりたい。が、さすがに、遠いな。あれは遠いな。ちょっとね、止めてやりたいんだよ。よし。じゃあな。ありがとう。ちょっと待って、これは遠いんじゃねえか。これちょっと遠いよ。これで、こうして。よし。充電ないからね。で、これで。はい。いや、もう本当に神アイテム。涙が出そう。これやった？何今の挙動！行く！すいません、どっからっすか？宝箱開けたから！よかった、こっからだ、リスポーン地点。開けておくもんだな、宝箱って。いけるな。これはいけるな。よし。十分。さあ、ここの3連のコーラまでは、来てたんだっけ？来てなかったっけ？で、あいつら。回収できるか？あ、できないの？ラス1、浮遊石を使い、突き抜けるでもなく、優しく。はい。学んでるぜ、こっちは。さあ、行こう。飛べるはずだ。解除するのを忘れなく、行くよ。はい。十分。敵が多いの。ここ苦しめさせられた気がするぜ、これ前回。全世界戦。よし。これさ、なんか目に見えてわかるさ、中間地点ってまだないかな。あ、でももうすぐじゃん。もう着くよ。これ頑張らなきゃね。こうじゃない？こうやってこうじゃない？いや、持たないかな。あいつとぶつかるけど。どうなるんだこれ。押しのけてくれよ。頼むよ。よし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 。
団子になっても OK、 団子になっても OK。 落ちない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 、押しのけていきました。よし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 、もうすぐもうすぐ、あそこ宝箱があったってことはや、あそこ宝箱があったってことはや。アイデアマンアイデアマン、これ宝箱を開けるとこれ中間ポイントになりますんで、これはありがたい。開こう。いい、何でもいい何でもいいから、中身はここでセーブされるから。板で角度つけておきました。これだから上に、いや上に上がるけど、まただこれ、そんなとこまで届くわけないやん。やってくれたな、これやってくれてるな。どうしよう、まず作戦会議だな。いやギリギリちょっといけるか試してみよう。無理ですね、絶対無理ですね。おっと危ない。これ結構いいんじゃないですか、これ結構いいんじゃないですか。いやこれマジでいいんじゃないですか、これ、これは今回これ結構いいんじゃないですか。角度つけましたもん。まだだよ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 、まだまだまだ飛べる。あっ、ちょっと、ま、間違えた。いやこれめちゃくちゃいい流れっすね、余裕っすね、これはさすがに余裕っすね。行こう、よしよし。でこれ宝箱ありますから、貴重なこの水飲みを使ってこう開けるがよしよ。はーい、終わる。ここでかな、飛べ飛べ、飛んだ飛んだ。ちょっと重たいでしょうけどね、勢い余って。うわー、あなんかあった、これイベント一緒に敵倒すんだったっけ、指導士。ここ不思議な場所だな。やっと着いたね、水の神殿。ヘドロの滝は全てこの上の遺跡から流れ出ているぞ。これ匂いとかすごそう。うわー滝の色が汚いね、しかしすごい綺麗な場所なんですよね。晴天だとなおさら際立つ。はい、おっとちょっと待って、これ上陸できるんか僕たち。お待て待て待て、おこれ上陸できん可能性すらあるぞ。上陸できるんかこれ。やばいって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 、ちょっと勘弁してって、これやば。え嘘、こんなことある。ちょっと待ってって、ちょっと待ってよ。謝礼なら謝礼なら、それならないから。あーっと危ない、これここまで来て僕登れないかと思ったよ、冷や汗だよ。水の神殿めちゃくちゃ綺麗なところ、ただこれねすごい枝分かれしてるんすよ。5大陸ぐらいあって、パラセールがないとこれどうなることやら。あーいい音楽ですね。とりあえず指導王子に話しかけて、こうポンプだったりとかウロボロスだったりとか起動させて、今回これ終わりにしましょう。我の導きのままに。はい、というわけで水の神殿までは無事、全然無事じゃなかったわ、たどり着くことができました。次回から水の神殿攻略頑張りましょう。